動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。あらゆる情報が行き交い、多様な移動手段が求められる現代。人、物、金、情報、時間、絆、夢などを日本のレールによって、運ぶ移動手段、鉄道。主な使命は、安全に、時間通りに、それらを目的地までに輸送すること。決して命に影響を与えずに。さあ、時速130キロの新快速の運用や、ワクワクしてくんで。なんか、羨ましいな。こっちは昼間はかなり退屈なんだ。E231K501 編成よ、いいかい。一見、各駅停車のみで何の変哲がなくても、山手線のような超通勤路線は混雑が激しいから、見回りだけでもすぐに時間が過ぎてしまうんだ。本数も多いし、退屈どころではないのでは。俺も同じことなのだが、それ以上に問題なのは、問題児やラズゲングルといった、運行を妨げる車両たちだな。特に高車なんか、何をでかすかがわからないぞ。今のところは多くの路線を、車両を洗脳して、支配しようとしているようだが。洗脳なんかで、支配できるほど、気球は甘くないぞ。そうだな、我がレッスン場が軌道に乗ったことで、以前の戦いも難なく乗り越えたんだ。103系はともかく、君たちはまだまだ伸びるところだから、熱心に運行に取り組むようにな。そういえば、俺も言われるほどの、年になってたのか。川田プロデューサーなら、そんなことを言うなら、専用のスタジアムを用意しろ、と、激しく突っ込むだろうな。そうそう、ハッピーライナーがいなくなったら、シャレになれへんねんから。心配はいらないさ。しっかりと専用のスタジアムは用意しているさ。なんか、関西私鉄の車両が、優先的に投入されているのが、分かってきた。おお、103KG さん、環状線は平和かな？今のところは平和だぜ。関東の E231K とさっきまで、話していたところさ、うるまい見つかってんじゃねえと、突っ込まれようが、そんなことは関係ない。安全第一。今夜は平和を象徴する会があるぞ。その会にあの風見合唱団が登場するぜ。ファンとしては絶対に行かないと。風見合唱団か。あの合唱団といえば E231K グラナドラッピングもファンだったな。くれぐれも浮かれて事故らないようにな。そんなったらシャレにならないから。それじゃあじいさん、発車時刻なので出発するわ。あういう、宴会などへの参加はしっかりと仕事をこなす車両たちにおける特権なのさ。最近は、ろくなことをしないものが、後を絶たないからなぁ、注意しなければ。強く生きてゆ
号さん系、今日はなんか変わったことはあれへんか。今日はとても重要な行事があるから、事故やトラブルがないように注意して、運行しないといけないな。ぴょんたプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。阪神9300系、どないしたん？えらい悩んでいるようやで。弟たちに編成がまた悪さをしないかと、思って。朝日団のリーダー格のあいつか。しばらく話を聞かないけど、どこかに去っていったんじゃないかな。それだと弟たちに編成は行方不明になるじゃない。残念だけど、行方不明のままの方が、平和なのも事実なんだ。どうしても調べたいなら、KQ2100 型あたりなら知ってるはずだよ。ああ、朝日団か。随分久しいな。どこかに行ってしまったからな。今のところは平和だね。関東の2231系とさっきまで話していたところさ。地元に向かっているの、8000系たちに知らせなくちゃ。あのテロリスト、一体、何の組織だったんだろう。そこにいた当時は、記憶があれへんかったからな。というのは今は昔、正直、何をしたかったのかが、さっぱりわからへんかったやつやった。鉄道版、と言っても過言ではあれへんかった。もっと早くから脱退して食い止めればよかったんやけど。そんなに危ない組織だったの。そんなところからうまいこと逃げれたわね。お、KQ2100 型くんではないか。2号3系番人、ちょうどいい時に来てくれて、助かります。そういうことがあったんだ。しかし、リーダー格の車両をようやく特定できたぜ。しかし、あくまでも車両においての、
リーダー格で、実際は、総裁が支配しているんやで。ちょっと待てよ、総裁だなんて、初めて聞いたぞ。まさか、人間が支配しているのか。そう、朝日団の総裁は、とんでもない人物。それは確定済みやで。そういえば、第10話あたりで X とやらの、声がしたけど、そいつのことちゃう？なんだその人物、聞いたことがない声だったぞ。253K も聞いたことがないんだろ？明らかに怪しいぜ。確かに、そいつが総裁ではないかと、睨んでいるんやけどな。そういえば、京阪本線の方では、朝日団を一向に見かけへんねん。それはおかしくないか？関西を通信に回るのに、京阪電車なしではやらんだろうよ。関西私鉄で特に人気が高いのは、京阪電車、その京阪抜きはわざとらしいで。その件で今問題なのは、今夜の宴会が、うまくいくかどうか。あの宴会がしくじってしまったら鉄道戦争が、始まっていると、言われかねんからな。そうか、あいつが、京阪に目がなかったのは、合唱団を狙うためだったのか。やはり、わざとやってたんやな。根拠の子もあれへんで。どうなるんでしょうね。絶対に失敗は許されないわ。仮に、風見合唱団が朝日団に、拉致られたりしたら大混乱だぞ。なんとしてでも今夜の宴会は確実に、成功させなければならぬ。ただ、成功させたとしても、朝日団は、確実に襲いかかってきているのだ。いつ本格的な戦いが始まるのかは時間の問題だな。すべての車両に通達。これより、風見合唱団による宴会が実施される。朝日団の接近の可能性が高いので、安全対策を徹底の上、満喫するように要請する。そういえば、まだ合唱団の歌姫の姿のあの子は見ていなかったな。川田プロデューサーから聞いたから、ファンとしては、とんでもないくらいワクワクするんだ。俺らは朝日団などが来た際の対策役なんだな。くるくる詐欺の気配もするがな。くるくる詐欺？それは厄介な詐欺ね。治安部隊としては特に注意しないといけないわ。さあ、出発だ。これを乗り越えれば、一安心だ。待ってくれよ、風見合唱団。絶対に、会いに行くぜ。私が得たものを失った。
E233K1000 番台、そっちも合唱団が気になるのか。お、高鉄7000系、やはり、例の合唱団に会いに、行くんだな。しかし、この先は危険だからな。しっかりと運用してくれるかが、疑わしいが。よし、ここから共に行こう。何かのヒントがあるかもしれない。確かに、このままではやばいな。あれは、今のは名鉄パノラマスーパー、名鉄自慢の特急車。特急車などもいるし、みんな合唱団に会いに行くようだな。まあ、大勢いれば安心だな。心強く特急型車両も参加するわけだしさ。特急車たちは心強いからな。心配ないさ。さあ、目的地まで向かおう。ここが今回の宴会会場か。なんか、宴会会場くらいの様子がおかしいぞ。お約束のサプライズの施設か。確かに、毎度のことだから、気にすることはないさ。どうも、合唱団がくれないらしい。最近は、変な存在のせいで、気球遠征でもうち、トラブルが、起きることが多いようだ。なんやて、それは本部に知らせといた方がええで。地球にも風見合唱団のファンがおんねんで。だから、それも礼の。三島プロデューサー、今まで通りの感覚でいるようだけど、今回ばかりは、やばい感じがするぜ。やっぱり、あの気配は本当だったのね。いよいよ弟たちが来そうね。いきなり来れないというのは、戦争の予感がするぞ。あいつらが接近中だろうに。いきなりくれなくなるような事態は、基本的に、人身事故や災害で運休した場合だから、パノラマスーパーがその事故に、巻き込まれたりしたのでは？三島プロデューサーがあれだからよくわからんが。川田プロデューサーによると、事故はあれへんかったそうやで。ただ、別の盗賊団が押し寄せてるから、その可能性も、考えられるで。ある人の周辺は敵が多いから注意せよと聞いてるけど、まさかプロデューサーだったりしてな。今の完成、合唱団のファンやろ、あいつが。パノラマスーパーの邪魔しよったな。そんなこともあろうかと、パノラマスーパーに頼んでおいて、先回りさせておいたで。さすがですね。これこそ月球の強みですよ。パノラマスーパーすごいらん。生で風見合唱団に、先に会えるなんて。こうなったらあれを使うしかないな。覚悟。危ないところやったで。これで予定通り、宴会が行われるで。
待ってました。生で会えて光栄です。心以上の応援ありがとうございます。さらなる期待に応えられますよう、全力でお務めいたします。どうや、西武三万系、初めて会う風見合唱団は、一味ちゃんやろ。これでなんとか戦争の予感はなくなったな。明日から再び本領だぜ。それにしても面白いぜ。兄貴の、彼女が、気がつけば合唱団になってるんだぜ。お、新人が来たようだな。しかも二先生だってよ。帝国電鉄までぐっと近づいたぜ。その通りだな。これからその新人二先生を、紹介しよう。その名も、EF510 カタレットサンダーと、今は亡き OTS テクノポート船の、OTS 系。俺様は、EF510 型、よろしく。うちは、OTS 系で言うんや、よろしくな。お、お前ら、あの、怪盗サンダーと、スパイ、ドルフィン、ではないか。今回のプロジェクトに彼らに先生が、協力することになった。では、俺様は引き続き、車両を、さらいに行くとしよう。今度は関東の車両を、狙うとしよう。よし、一旦、自分の部署へ引き上げだ。今日は、絶好のバカンス日和ね。僕の仲間も、嬉しがっているよ。でも、仕事中の車両が、だらけてしまいそうですよ。そんな時こそ、ATSC 装置さ。そうとは言っても、仕事中の車両も多くいるから、迷惑がかからないようにな。昨夜はなんとか宴会が終わって、何よりだよ。でも、一部の車両などは、変な気配を感じてたそうね。確か、阪急6000系だったか、茶色の車両がオレンジの車両と何かをやっていたようだけど、近くに阪神9300系がいたのかもしれない。長い方だったのか、短い方だったのかで大きく、変わるけど。残念だけど、そこまでは把握できなかったわ。あれ？阪急6000系、これからどこに向かうつもりなんだ？ほとんどのところさ、あいつも怪しいからしっかりと、監視しないといけないのさ。それは面倒いことになってるようだな。阪神9300系のようにならんよう、必死なのだ。待ってろよ。阪神9300系っぽい車両が、通っていったな。阪神8000系がすでに、全線性更新しているからわかりづらいが、あの窓割りでクロスシートだから見分けがついた。一刻も早くと捕まえておかないと、やばいことになるぞ。今夜も風見合唱団による式典があるけど、昨日のような問題がなければいいな。心配はいらないぜ。そんなことをする奴らは、一掃するぜ。今日も一日、安全運行に努めよう。見るからに怪しいのじゃが。あのオレンジの車両のことだな。確か関西のどこかの車両だったんだな。しかし、関西でオレンジといえば近鉄特急だからな。別の車両の可能性もあるな。
あ、我がアイドルの E231K クラナドラッピングが、これから向かうところだ。今夜は、風見合唱団のコンサートだから、楽しみだわ。それはどうかな。じゃあ、この声は、なんだ、あのオレンジのツートンカラー。あんな電車、見たことがないぞ。阪神9300系だとしても、実際はこんなに短く派ないし、一体あの車両はなんだ。よく見ると、我がアイドルが、さらわれている？待てぇー。あの野郎、堂々と誘拐するとは、なんてやつなんだ。この先の幸い西口駅には、今は使われていない引き上げ線があるな。奴はそこへ向かっているはず。よく見ると、我がアイドルが、さらわれている？追い詰めたぞ。あれ、いないぞ。普通なら、いて勝負になるのだが。一歩遅かったようだ。奴はイリュージョンで消えてったぞ。あ。これは、グラナドラッピングの、風見合唱団の、会員証？そして、こっちは阪神電車と書かれたカード。証拠だけでもあれば、だいぶ違うか。よし、253系番人に、報告だ。しかし、肝心の月級の車両たちはこの事態を、まだ知らずにバカンスを楽しんでいるようです。本来、このような事態が発生した場合、ATSC が通達を、しますが、今回については ATSC の、反応は、一切ありませんでした。どうだい？久しぶりのバカンスはいいもんだろ？これから何が起こるかわからないから今のうちだぜ。たまにはこういうのもいい。そうだね。まあ、電車はずっと働いていて、バカンスするという印象がないからな。今はそういう場合ではないな。若干周りが騒がしいから、危険なフラグなのは間違いなさそうね。EQ2100 型、なんか変なことでも感じたん？どうもそのようだ。間違っても飲酒運転とかはありえないけどね。遠慮はいらへんで KQ2100 型。お前のような頑張り屋だからこそ楽しめばいいんや。そうだよ、あの技をもう一度見せてくれないかい？すごく良かったからさ。あ、あの技は緊急時以外は使用禁止なんだ。おーい、大竹プロデューサー、ネタ発言やで。そうだな。そうなれば、とりあえず寝る。それより、こんなにプロデューサーが集まって、いいのかい？中野プロデューサーは風見合唱団周辺、三島プロデューサーは変な工場の、近く、高梨プロデューサーは倉崎周辺を、見張ってるし、あいつもいつドリフトを使う時なのかを、見計らっているところ、俺自身もここ、沢渡周辺から朝日団の、監視をしてるから、
ほぼサボりなのは今日いたプロデューサーくらいやで。さすがポンコツ。やることが全く空気読んでへんで。さてと、今日は、ドゥラララ、でも見て盛り上がるか。この車両、また同じアニメを見るつもりじゃな。それはいいな、見ようぜ。こっちも、ワルデン軍が構成するためには、どのような方法が良いかの調査をするで。いや、それどころじゃなーい。一体、何があったというんだ、こんな改正の日だというのに。まったくもって、その通りだな。バカンスくらい楽しんだって、いいだろうよ。ちょっと息が切れかけとるようやで、少し落ち着いてから。大変だー。何者かが、俺らの車両を、さらっているぞ。そのような書類は、ないんだけど。やっぱ、KQ2100 型の、言う通り、街ではえらい事態が起きてるんやろうか。気をつけろよ。各地で優位に立とうとする。鉄道戦争が発生中なんだからな。そのせいで ATSC が、破壊された可能性が高いな。修理せな。確かに変やな。いきなり車両がいなくなるのはどこぞの、路線くらいやろうし。どうも、気づかないうちに電車がいなくなってきているんだ。それ、やばくねえか。うちらのとこの電車が、俺専用になってんねん。大変やー、ATSC が、反応せえへん。おっと、見かけない顔だな、新入りか。うちの名は阪急7000系、そこの君、この写真を確認してくれや。どういうこと？おかしいで、車庫にいた車両が折れへんで、誰か車両を借りたんか？それも、誰もいないところで、相次いでいるそうね。気づかれないように車両をさらうために ATSC を破壊するという巧妙さ。ここで相手は相当恐ろしい人物だと見た。やはりか、不法侵入させないための、やつですらやられたんだもんな。それに、誰が誘拐したのかは、一部を除いてまだわかっていないんだろ？どうすればいいんだ？決まっているだろ。俺らが殴り込んで取り返しに、行くんだ。そのためにも、行方不明になっている車両を、把握しておくことが前提だな。直ちに、どの車両がさらわれているか、確認するよ。実際に見たのはこの車種だけど、声も見た目もちょっと違うわね。にも同じ車種の女子がいるぞ。しかもこっちは6両編成だぞ。じゃあ、205系ワインレッドが、言ってた、見たこともない車両は一体。どうした205系ワインレッド、そんな顔してあのオレンジの、車両を。こんな緊急時だ、遠慮なく思い当たったことを、叫ぶといいぞ。ああ、思い出したー。阪神9300系、お前に似た車両が、誘拐しているところを見たぜ。それって、弟たちのこと。弟？あなた、弟分がいたのね。以前にも同様の問題を、起こしてて、去年にも一回乱入してたわ。205系君、それは本当かい？ああ、悔しいな。せっかく追い詰めたのに、逃げられた。一体、どないしたんだい？いた、引き上げ線に着いた時にはいなかったんだ。本来なら止まっていたはずなんだが。当然、ほうきで先回りしたが、実際に友順で消えていったぜ。まさひだんや、そいつは阪神9300系の、悪の弟分や。レナールの多くがいなくなっているが、乱反してくらもっと大変なんだな。京都にはそのような気配すら、あれへんかったから、怪しいのは阪神館やな。確かに、今回の件も、朝日団の仕業に違いあれへん。朝日団って、それは単なる、偶然なような気がするんだが。楽園カード中証拠が、朝日団の仕業やと主張してんねん。うちらで言う、ラガールカードの、ことか、このチームは JR に乾杯や。どの電車が行方不明になってるんだ。誰か知らない。現時点の情報では、大半が行方不明になっていることしか、明らかになっていない。さらに言えば、これまでの出来事についても、犯人がわかってへんねん。我が JR 東の通勤アイドル、グラナドラッピングやチョコデンが、無念。東日本の車両までいなくなってるのがおるん。
一体どいつか。俺は西日本の大阪関東圏にいるものだから、東エリアのことは新幹線に聞かないとわからないんだが、日本でも同様の事件が起きていることは事実だな。お、早くも行方不明の車両の情報が判明したようじゃ。関東エリアの車両で行方がわからなくなっている車両は E231系のラッピング車両全編成と E233系はレイバンダイ以外の全編成。私鉄では東急5080系、京王8000系、相鉄10000系など、関西では阪急9300系、阪神5550系、南海高野近鉄特急はアーバンライナーネクストとビスタカー以外の全編成が行方不明とのこと。なんだこの数は、いつの間にこんなにも。まさか相棒まで最近姿を見かけないから変に思ったんだよ。それと一緒に落ちてたこのカードも気になるわね。姉のあのカードだよな。場合によっては風見合唱団も誘拐されている可能性も考えられるな。特にラッピング車を中心にさらわれているのも怪しいし、そもそも朝日団に行って変近鉄車両まで折れへんのはどういうことやねん。仕事が休みだったら話は別なんだが、おそらく独自で調査に向かっているだろうな。通りで島風や一般家庭外がいないと思ったら、また勝手に調査に行っていたのか。これもロンタプロデューサー、あんたがしっかりしないから呆れていったんだろうよ。ほんまやな。まさにそのツケが今になって回ってきたようや。よし、こうなればこっちから車両を取り返しに行くで。まずはそれに先駆けて会議を行うで。それにしても逃げた弟分はどこに逃げたのだろうね。今度は E231系とやらの謎のキャラクターの車両を連れてきた。あと2編成揃えば帝国電鉄への実行ができる。皆の者よ、あとの2編成を全国のどこからでも良いから捕まえてくるのだ。ラジャー。これはまずいな。たとえ実車が引退しても模型では研究者として月球を代表して世界を守るべく最終兵器の開発に成功しなければならないのだ。愛と絆を大量に積み込んで。その戦車、鹿島臨海鉄道6線型の。同社たちもさらわれた E231系グラナドラッピングを救出すべく協力することとなった。本車両曰く同じアニメとコラボした車両を代表して力になりたいとのことだ。さすが戦車道アニメとコラボした車両たちやで。うちも協力させてくれへんか。こっちも6000系がやばいことになってるから。6000系だとキュートそうじゃない方のあいつも悪だというのか。実はそうで、キュートそうの兄貴分が調査の途中やねん。こっちはドリフトでおなじみの要素があるから、うちらならその兵器は絶対に完成するはずやで。おお、それはありがたい。さらに愛と絆が強まったぞ。何てことだ。大阪志向21系までいたなんてな。あいつは相当危険なやつや。今回の戦いはこれまでとは全く異なることは確定やで。しかし、ここからどうやって本部に戻るかが問題だな。後から来る列車で確認しようか。
風見合唱団の団員が、さらわれていなかったのが救いだ。もしさらわれていれば悪用されかねなかった。パノラマスーパーも無事なんだろうか。今のは合唱団を乗せた、パノラマスーパーだな。しかも沢渡方面に向かうようやで。ここから東に向かえば戻れるようやな。さあ、合唱団の無事を本部に、報告だ。今回、月球の車両たちがいなくなっている中で、バカンスを満喫するという、バトラーとしてあるマジック行為は ATSC を、何者かが、破壊したことによるものの、問題は、誰が ATSC を破壊したか、そこに重点を当てることになるで。朝日団かどうかは、阪急6000系キュートフォルたちが、調査中やからそこは A として、場合によっては、合唱団まで誘拐されている可能性もある。ちゅうことはどっから得たことなん？その件だが、例のカードのようなものが、他のところでも多数見かけたそうだぜ。ちゅうことは、合唱団ファンが、優先的に誘拐されていったちゅうことか。確かに、今夜の祭典は中止になるとのことだから、可能性は以前より高いはず。カードが落ちてたんなら、合唱団のファンが中心なのは決まりやろうけど。ましてや朝日団に誘拐されるようなことがあったら、他社線で多くある洗脳作戦に、踏み出すことにもなりかねない。ただ、当の合唱団の行方も、把握しておかないといけないな。今日もパノラマスーパーが担当やから、その車両が無事ならええねんけどな。こちら、ギョンタプロデューサー、どうぞ。ああ、たった今、パノラマスーパーが沢渡方面に、走っていった。車内は風見合唱団関係で、満杯だったぞ。どうか無事に沢渡まで着けるかどうか。確かに、朝日団も、インターンシップの新ただ中に、沢渡駅にやってきたことを、考えると、この後も注意が必要やな。一方で、今回の事件の犯人が、明らかでないため計画実行はまだ先だが、主に、総力で立ち向かおうと考えているところ、訓練の成果の見せ所だな。今回は大変な戦いになりそうな気がするけど、朝日団が犯人の可能性が、濃厚やからか。まあ、俺らは何度も戦ったことがあるが、あいつらは相変わらずドリフト対策を、していないから、いかに早くドリフトを決めれるかが、戦いの鍵を握ることになる。ドリフト班はあいつらにドリフトを、炸裂させ、並行して救助班が、救助するという計画で行こう。それにしても、川上プロデューサーもどこに行ったんだろうな。まさか、近鉄以外の関西大手が、これはなんかの間違いだろ。しかし、明らかに近鉄マルーンや伝統のツートンの車両はいなかったわね。
テロリストのアジトの調査、お疲れ。こんな事実が判明した。やはり新たな奴が来てたんやな。えらいことになってきよったで。阪急6000系、パノラマスーパーを、見たと言うけど、見たか？さっきすれ違ったからなんとか、沢渡りまで、たどり着けそうやで。ヨンタプロデューサーのポンコツぶりが、ひどいから、情報がなかなか伝わらないんだな。朝日団の勢力が倉崎まで、及んだから、ここも危ないはずやで急いで、戻ろうやない。テロリストのアジトの調査、お疲れ。いつバレるかわからないから、ハラハラしたぜ。それにしても、厄介なことになってきたな。裏切り者まで普通にいるじゃないか。京阪の車両は、さすがにあいつだけだったようだが、阪神がひどいな。あと、マルーンの車両がいた気がしたけど、205系が言ってた弟って、あいつのことなのか？ああ、噂の通り、朝日団の団員だ。さらには赤い帯の大阪市行進20系、通称21系もいた。朝日団の調査には俺の、他に OTS 系も参加した、21系のことが気になっているようだったな。これ、大阪市営門楼主義を、没頭させる戦いになりそうやな。何で都心部はどこもあんなんだろうな。あそこのようなクソどものせいか？まあ、そいつらも朝日団と組んでいることも、あり得るから一緒に処理しとこうか。ここんとこ、E131系を、見ていないもん。どこに行ったんじゃろうか。こっちも軽音、ラッピングも、無事なんじゃろうか。とうとうここまで役場が押し寄せてきたようだな。電車の運行中、電光機で、上がりからならすごく、電光機は電光マスト。その他は多い人間なのを。よし、行くぜ、大阪市高21系、阪神新線300系、貴様らは鉄道の掟を破った犯罪人や、早急に対処するぜ。早速やってたやってきたぞ。ターゲットはオレンジの帯の、国鉄型車両、風速3メートル、角向き国勢、電光要項。よし、電車組を発砲せよ。てこったい、やつら、重大を振り切ってるやない。うわぁ。おい、クソだ、まだわかっていないのか。わかっていないのならこうだ。
こっちも失格よ。なんとか間に合ったね。ああ、あの時の、ちょうど俺たちに。自分も車両たち、寝かせたな。それで一気に風向きが変わるはず。あたりさん、これは何者なのか。英国鉄道計画か。自分計画で完成か。このビビリエットは、わがたものあり、ライバルでもあって、あなた自分を見つけているぞ。帝国に利用するのは、何もでかかせに、いかがなの組み合わせの顔を聞いて、覚悟しておけ、覚えておけ。えらいことになってもうたぜ。あれは意味ではなかったようだね。一時はどうなるかと思った。戦車が一斉に出てくるし、戦闘機が飛んでくるで死ぬかと思った。必殺のドリフト同士で撃ち合ったときは、死んでもうたぜ。ゼロビーバーで戦勝ったら、負けコースになってたぜ。ここも一時的に取り囲まれたけど、ゼロは、ビーンのおかげで助かったよ。まさに救世主だぜ。そもそも、朝日団の奴らは何が原因で、あんな悪伝聞になったんだ。そういえばそうだったな。今後肯定させるためにも、見明かしておいた方がいいな。戦の先はそんな呼び物もないだろうから。俺もいたんだ。俺も先の意味からわかるだろうが、あいつ、6300系の気が先の気のような状況、かぶりのが嫌だったな。しかも、同じ6000系の同じ兄弟と、この子は、計画のままのだけ外れてくれなかった。仲間の束を出さないと、そのままのだよって、判断するのか。なかったことがなかったな。学生の人生にして、ロゴマークの復刻が行われているけど、全面的に無理じゃないかしっくりこないな。さすがに40年経っての車両は、一線系列に置き換えた方がいいやろ。まあ、あいつは進化系になれば、元通りの意味に違いなのに、その時はまた兄弟発動で、桜坂本線の発動ではないか。原因は何と言っても発動だな。こっちの途中はデリケートだから、変にいじったらあんなことになっちゃうのよ。21歳のやつ、お前裏切りよったぜ。今頃怒るからな。あいつは俺と共に朝日団以前からおった。まあ、言えるのはこれくらいやろうな。前に聞いたことがあるんやけど、元朝日団の車両って、他におるそうやな。それにしても、あの117系は何やってん？国鉄型車両にも朝日団員がおったんか。あの野郎、新幹線に恨みを持ってやがって、それが原因で朝日団に、入りやがった。やつは何を望んでいたんだ。次はうちらのところやな。サタンの関係側と同じで、そこうか気にすら変貌言わせ。よくよく考えたら、特急用車両で、何にもライブが入った文化庁なのは一万兵だけどね。一万、一千兵の今はそうやね。標準から怪しい。逆に進化層のものでもよかった気がすると、それに、我ら一年生の7年生が、限界した今では、そんなに長く荒れていたら、確かに、島の火山の色は、無理やり気づかない、火山の火があるこっちがいるから、
と流れてきてないか、誰のせいだろうか。他にも歴史認識が足りないというか、なんというかね。せっかく型のやつ、京都市へ行った鉄砲がいてんの。不安だったからな、いずれこうなることは覚悟していた。あいつ、三条で本線の車両を、リブノが楽しみにしていたからな。それがいきなりなくなるのは痛い話じゃ。それによって、離れた島になったことの要因の一つじゃ。いよいよ阪神急線300系の方ね。あそこは結構いるから。時の発端は今の赤電車の問題からね。今のこの塗装は阪神にとってはライバルの霊能先。これではファンもげんなりするわね。しかも、弟を見た回数が少ないことも問題ね。関係ない5500系まで連れ回して何をやってるのかと思った矢先だわ。そう言って、あいつらはどこにいたんだ。ゆっくり立ち台前だと変な感じがするけど、合唱団のところじゃないかな。そこだけ意味はなかったと。この歌は一体あのバカたちが一体さっきまで何を企んでたんだ。さっきから騒がしいけど、外で何が起きてるんだ。朝日団の車両がやってきたかもしれないな。直ちに戦闘態勢に突入しよう。大変だ、車両たちとかなり口論になっていて止められない。なんだと、そんなことは許さねえぞ、ひねりつぶしてやるぞ。なんだ、このガキみたいな争いは。お前ら、何を揉めてるんだ。人の話を聞かんと一方的に攻め立てるちゅうのはどういうことや。決まってるでしょ、そっちが攻撃相手のを悪用したからでしょ。証拠はどこにあんねん。なんやて、愛と絆をそういう呼ばりするちゅうなんて許さへんで。はい、あんたの負け。そんなものなどどの車両も見ていないぞ。異論は認めないぞ。俺たち電車が勝手にそんなものを使えるとでも思ってたのか。バカンスを満喫していたくらいだからね。バカンスは関係ないと思うぞ。散るのがどうたらというけど、こいつらも人のことは言えないな。裏切ったわね。直ちに ATSC を作動させるから覚悟なさい。お、このゆっくりたちは親友でしょうか。気をつけろよ、こいつらに話し合いは無駄だぞ。人の話もろくに聞けない自己中さ。特に黒潮あたりは本当に怪しいわ。気になるなら後で黒潮の研究所に来いよ。結構ヤバい発明をやってるらしいぜ。だからこの車両たちには罪はないでしょ。何を言うかと、このウサギが言ってるのだから、そっちがやったことはバレバレよ。おい、クソネズミ、お前いい加減にせよ。向こうでもいじめやらで問題起こしてるだろうよ。その上ここでも問題起こすつもりだな。貴様の罪は大きいぞ。さあ、私のビームを食らうのだ。あなたは、それより私のおもちゃとしていたぶられるのよ、ケロちゃん。それだけはやめろー。よっしゃ、俺も行くぜ。奴へのお仕置きも兼ねてな。お前らいい加減にしろ。阪急6000系が怒りのドリフトを仕掛けてくるぞ。もう ATSC を作動させたわ。こんなみっともない争いはさっさと終わらせることね。こんな車両、ビームでやっつけようじゃない。それ以前にボコボコにされているぞ。それでは無理があるぞ。そうはいくか、今はそのような愚かなことに費やす場合ではない。やれやれ、ようやく戻ってきたと思えば、こんなクソ乱闘か。こんな車両が本当にテロリストを倒せるの、冗談じゃないわ。冗談じゃないぜ、大体、お前らの攻撃アイテムをパクる理由があるかよ。何を言ってるんだインチキメガネ、お前だって散々騙してただろうよ。そんなに行き過ぎてると、ATSC に呼び出されるわよ。大体、朝日団なんて沢渡り地区活性化のデボイでしょ。そんなわけないでしょ、怪しい車両なら、引かずに大野からしっかり見てきたわ。裏切ろうとしたほど記者にも打っていた気が組んで。わけ
訳もわからん争いを仕掛けた。そこのゆっくりたち。人の話を聞かずに一方的に攻め立て、状況も考えずに見苦しい争いを起こすとは、何をでかしている。直ちに本部まで来ること。まあ当然といえば当然だが、ゆっくりたちにも対応していてよかったな。まったく、向こうの世界は、どうなっているんだか。そこは気にしないでくれ。それと、ATS-C って、月球の自動列車制御装置のことだよな。あの呼び出しにも対応しているようだが。そうだろそうだろ、正式名称。自動列車停止制御装置だからな。The name of machine is automatic train stop control. S には出現を意味する、スリップ、も、含まれているから同じ体があっても、迅速にかつ確実に対応できるのさ。口が滑ることから出現という意味でも用いられてるわけか。それで、どいつが返しんや？私がやったの。あれは、地下鉄至上主義を作ろうとしたとして噂のワルデンね。お前、なぜなんだ？わざわざご苦労ね。これで月球内部もわかったわ。いよいよ帝国電鉄の始まりね。下田、大阪飛行21停中。厄介な車両に密告されてもうた。大阪飛行3万系が、異変に気づいて、出動したようだな。それにしても、大阪飛行21系はこれで、初めて見たな。どういう関係なんだ。あいつか、かつての盟友やってんけど、朝日団に入ってからは危険なんや。以前から知っていたのかよ。なぜそのことを言わないんだ。あいつはひっそりと忍び込んで、内部対立を起こし、その暇に情報を盗むことで、有名やけど、今さらこっちの情報を、盗んだところで意味はあれへんで。さっきの車両、朝日団だったよね。さっきまで阪急6000系と一緒だったから。そうやな、大阪飛行21系。まんまと自爆したようやで。さっきの件で今回の一連の、事件の真犯人が、朝日団と特定できたんやし。俺らは何度も朝日団と、対決してきたから、奴らの動きは瞳の中にあるのと、同じだ。厄介なのは総裁やな。そいつが今回の件の解決の、鍵やで。兄貴よ、心当たりがあるようだな。どんな車両なんだ。おっと、朝日団の件で、気になる車両がいたのだよ。大阪飛行22系以外に、朝日団から抜けた車両がおるんやて。月球にいる車両の、中にも、元朝日団メンバーがいるのは、言うまでもないのだがな。おそらく朝日団の方向性が、ある拍子に変わったんだな。未だに大連鉄道廃線の、謎もわかってへんのやろ？そのあたりが大きな事案なんやけどな。その中で、207系だけは今でも、心の中に留まっておるのだ。なぜなら、以前の朝日団の純ボスだったからだ。それに、大連鉄道もそのせいで、後継がいなくなって廃線に、追い込まれたそうだし。やはり、大阪飛行21系やら、阪神9300系やらが、裏切ったんやな。まあ、今では大連鉄道の車両も、ここに集まっておる上、大連線として復活しておる。その上、それのおかげで岩壁園にも、進出できたのだ。
大連鉄道については語ることはもうない。噂だと朝日団ってかつては今のような悪ではなく、むしろ正反対だったらしいな。207系は悪事を働く車両ではないからな。なんかヤバいことでもあったのか。おっと、なんだそのゲーム。話題の新作の RPG よ。一部の事案をベースに製造されたものよ。そのゲームの今の内容、以前も朝日団そのものじゃないか。くそー、朝日団、まだ懲りないのか。なんだか様子がおかしい。こいつはただことじゃない。直ちに本部に緊急連絡だ。朝日団の活動が本格化したようじゃ。車両の誘拐が終わり、今度は洗脳もやっておるようじゃ。典型的なワルデン軍の活動やな。合唱団の力があれば対処できるやろうか。それよりは総裁と大阪志向21系の方を優先すんで。我々がどうかしましたか。おお、EF510 型、ついに来たんやな。大阪志向22系、約束通り朝日団から抜けて戻ってきたね。これからは安全運行だね。そこにおるのは源朝日団やな。元朝日団、今のあいつらとどう違うんだ。だとすれば、洗脳は一体。もう俺らは朝日団とは何も関係がないもな。阪急7000系も朝日団から抜けていったわ。南海高野や207系、京急2100型ももういない。しかし、そんな急に脱退することなんてあるのだろうか。きっとこれまでに何か分裂するようなことでもあったはずよ。確かにそうよね。抜けたメンバーが多いということは、相当危険な感じね。過去になんか分裂するような事件でもあった。最近の朝日団絡みの事件で言えば、過去に月球と対決したこともあったし、インターンシップの時にもあったで。このシリーズが始まった時にはすでに、あいつらやったし。え？このシリーズが始まる前からあの連中がいたの？どうやらそのようやで。もし分裂する前までに、他の車両が動かしてたら、その車両についても教えてくれへんかな？ちょうどいい情報になるやろうし。それは、私が大連鉄道にいた頃の話。当時の朝日団は規模に立たされておった。近鉄ビスタカー、一体どこにいるんだ。大丈夫よ、あのビスタカーのことだから。別のところにいるわよ。それより、残った車両たちは同じく毛の運用を目指すのか、普通の性格に戻るか。すっかり遅れてしまったな。阪急7000系よ、大阪志向22系や207系がお前さんに迷惑をかけたようだな。阪神9300系、これからの会議なのに来るのがちすぎよ。なんだ207系、そうそう、今回お前に言いたいことがあってわざわざ来たのだ。そっちが建前つで何をしようと分かってなのだが、俺の部下を引き抜くのはやめてくれ。まさかね。あんた拷問な縦社会をでっち上げるつもり。どっちにしろ、お前たちは邪魔者だ。毛の運用などどこにもない。これからは俺の手で朝日団を再構築するのだ。目指すは帝国電鉄だ。そんなこと許さないわ。ビスタカーの言う通り、朝日団はこれをもって解散よ。もう行こうじゃないか。俺たちの手でなんとかするしかないぞ。兄貴の言う通りですよ。このまま居座るわけにはいきませんよ。近鉄ビスタカー、今からそちらに参ります。その行に花の運用へ参りましょう。
沢渡方面に行けるところが、一番いいのだがな。ソネカガというものの、軽重2100型以外の、消息はわからなかったのだ。もっとも、俺が月球に来た時には、すでに同じ元メンバーの大阪志向22系もいたな。皮肉にもその時にあいつらによって、ラッピング狩りが実行されてたんやけどな。今では信じがたいことになっているかもしれませんが、その当時朝日団を動かしていたのは、近鉄30000系ビスタカーでした。当時の朝日団は今とは全く異なって、それぞれが花の運用を目指していたのですがね、近鉄30000系ビスタカーを呼び戻し、共に花の運用をこなすという我々の考えに対し、今の朝日団、いわゆる、阪神9300系、大阪志向21系同盟軍は、自ら帝国電鉄を設立して、自身がボスとして君臨するつもりのようです。それ、いくらなんでも違いが歴然すぎるえ、あいつらの思想は危険すぎるぞ。まあ、今の朝日団の思想や行動は言わずもがな。俺らが待っていた車両は近鉄30000系だけ。今、待望の近鉄30000系と、再会できたことが光栄なよ。まさに、今の朝日団は元団員にとっても、かなりの敵だな。前のボスこと、近鉄30000系ビスタカーは勇退後、大連鉄道で花の運用をこなして月球に来て、今の段階で朝日団として動いてるのは、総裁側ということね、ちょうど敵が一致しましたね。塗装のことで問題になってることが多いようだな。さっきのあのわけのわからない争いも。いやー、かなりしごかれたわ。やっぱ、今までこっちの世界では愛と絆もなかったんだよ。ようやく巡り合ったのだ。抜けてきた団員全員。これからは月中の一員だ。元団員の編入に加えて、さらに新車も到着です。よしった。改めて、ようこそ月の宮急行鉄道へ。総務駅の川田プロデューサーです。ここの車両は個性的で、仕事中も賑わいあふれる存在です。さらに、朝日団を撃退すべく、特製のジムを用意してるのでよろしく。はじめまして、小田急3000型と言います。当選での大橋の伝説の調査を中心に、幅広い線で運用してまいります。東急線や副都心線などに乗り入れている横浜高速 Y500 です。実車に負けないくらいの乗り入れで、愛と絆を結んでまいります。敵の叶わぬ方という原理が、完全に一致したな。それにしても、9300系先輩の弟たち、本当に赤道車の塗装が、原因で帝国電鉄計画なんて、企てるのでしょうか。JR が原因だとは思えないな。こっちの方は論外だから、両方もクソもないな。今の朝日団の車両のきっかけは、大阪志向22系から聞いた。塗装が気に食わんのだろ。しかし、ほんまに塗装だけが問題なんか、根本的な原因があるはずやろ。関西の車両だけで構成されてるっちゅうことは、関西でまだ根に持ってることがあるはずやで。今の阪神のビーデの時も、相当揉めたくがいなからな。ええ、問答主義なら何やー、そんなもん枠の力を借りて、突破すんやー。なんや三島プロデューサー、知恵問答主義が朝日団の
変人と言いたいんか。まあ、役所は基本的にクソなのが、国柄なのは飽きるほど聞いてる。朝日団の奴が、都心部に帝国伝説を立てる。終点で思い切り位置に、喧嘩売ってるわな。ワルデン軍が各社で登場する原因については俺ら自身が、責任を持って対処せなあかん。それに、ただ戦って終わりちゅうのも、結局は、また同じ流れに戻るだけやから。そうなれへんように日常面でも、徹底的に原因を追跡してきた。その結果、気球でやたらと叫ばれている愛と、絆が、鍵となったぜ。そいつがないからワルデン軍が、出てくるわ各社からは、見放されるわでデフレスパイラルになるんやで。特にゆっくり側、そっちからは、愛と絆を感じられへん状態やで。やることはただ一つ、朝日団を立て直すことやけどな。その進展が早速見受けられた。なんとか最終兵器が出来上がった。これで朝日団はおしまいですな。風見合唱団がいたおかげで、弾についても良好の結果が得られたで。最後にはとっておきの弾も仕込んであります。朝日団がまた何をやらかすか分かれへんからさっさと行こうやない。とは言うても、こんな広い路線エリアで、救出しようと思えば、相当時間がかかるはずやで。あれはなんだ。くっそー、メカニトリメ、俺の自慢のメカもやっつけるとはこれはいかに。な、なんてこった、こんなところに自分のメカが暴れているじゃないか。これはただことではないな、行くぜ。電磁浮遊させてドリフトだと？すごい車両たちだ。一緒に最終兵器を開発した成果がもう出てるじゃないか。さすがサンパー1系黒潮じゃな。ようやく収まったぜ。さすが大阪志向22系やな。どう考えてもおかしいよな。こんなところにあんな化け物がいるわけないだろ。また朝日団の仕業やな。どうも、そのようね。話は EF510 から聞いたはずだけど、阪急7000系や京阪8000系、何回荒野も朝日団から抜け、他の団員の多くも同時に抜けていったわ。これは、月球周辺で起きた問題と、一体化した緊急事態、責任を持って対処させてもらうで。巷では、アンドロイドを捜索するために、車両を、捉えているんだと、なんとも汚いぜ。鉄道版アンドロイドやて、それは偉いこっちゃ、悪用されれば、機械が人を支配するのと、同じやからな。確かにそうね、アンドロイドも一応は機械。悪用するものが現れればとんでもない社会になるわ。そもそも鉄道車両で、アンドロイドを、生み出そうとするなんて、アホにも程があるわ。アンドロイドは意味的には人間のロボ。誰だ、そんな愚かなことを考えているやつは。朝日団、社会性でも汚いことを企んでるんやな。その基地は夏目町にあるようや。ここが朝日団の基地なんだな。初めて来るからさすがに緊張してしまうな。徹底的に行くぜ。車両の救出があるんやで。よし、突入だ。思ったよりひっそりとしているな。思ったより人数が少ないわね。いかにもビスタカーを追って抜けた車両が多いという感じね。お、
獲物発見。獲物にされたー。大丈夫のようね。今ではもう地球の辺割れだから心配ないわ。この基地を捜索するには暗証番号が必要だけど、前の暗証番号は使えなかったわね。しっかりと変更されてるようね。207K 先輩。あら、あんたたち。話は聞きましたよ。完全に朝日団の敵になったようで。近鉄ビスタカーの後を、ついていかなかった車両の団なんて、見てられないわ。阪神9300K や、大阪志向21K と、共に、こっぱみじんにしてやるわ。レイヤー部の車両が朝日団を、抜けたことは本当だったんですね。残念ですが、ラベラベラ阪神9300K柄につきます。じゃあ、お前らは1秒だな。うらー。今の技、あの作品のドリフトじゃない。俺がこの弾を倒すためにわざわざ取得したのが始まりなんや。おかげで作戦をより巧妙に練りやすくなったな。それはそうと、何をしてるん？合唱団の会員証をかざすと召喚できるシステムを実証したところよ。合唱団のファンを中心に誘拐したのも召喚させないためね。 OTSK も一時は危なかったのよね。かつての路線が地下鉄の一部になってショックを受けてたようで。確かに地下鉄以外で存在を知っているのは近鉄だけだからな。自分も OTSK 先輩とのツーショットができればよかったです。そうだよね。それでも地下鉄車両と悩むことがすごいことなのよね。もしそうなっていたら生駒駅は4車の車両が並ぶすごい駅になっていたわね。こっちの天ヶ崎と悩む鶴間ランドの予感がするわ。そう雑談するうちに暗証番号を必要とする扉の前に着いたわね。暗証番号は阪神1000系と OTSK。 たまたま雑談内容と同じ車両やったな。またお前か、117系。ふふふ、阪神9300系や。総裁の下でついに幹部に昇進だ。早速幹部デビュー戦の相手が来たようだな。お、デビュー戦か。実力を見せたろうやない。ふふふ、阪神9300系や。総裁の下でついに幹部に昇進だ。これ以上メンバーに手を出させへんで。しめしめ、罠にかかったな。うわ、なんやこれは。阪神一線系、あとはこっちに任せてや。くらえ、ドリフト攻撃。こっちもドリフトや。く、噂の通り手強い車両たちだ。こうなったら俺ら近鉄ファミリーも行くぜ。これ以上手を出すと返り討ちに遭うぜ。大変です、お局爆弾です。ドリフトでは厳しいな。暇を伺うしかあれへんか。じっとしてろよ。その間は発動を保有してやるぜ。ここまでは想定内だな。まさか。なんだこれは、何の真似だ。くそ、お局爆弾のスイッチが入らない。今や。一体何者だ、お局爆弾を作動させずに倒してしまうなんて。こうしちゃいられない。なんかあるで。117K よ、今から演習室に来てくれ。暗証番号は9300K。この機械なら暗証番号が漏れる心配はない。演習室、まずい予感がするぜ。ここが演習室やな。暗証番号は阪神9300系。ここに車両たちが閉じ込められているに違いない。急いで救出しよう。待ちなー。レインマン、最近の君の様子がおかしいと思うたらアンドロイドの実験やて。アホにも程があるぜ。投げては仕方がない。そこの檻を見てみな。
そこには多くの車両がいる。その車両の実験が私の任務さ。そんなこと許さないわ。夏猫にメカニトリを放ったのはあなたたちの仕業ね。律儀に動力を振るにして。車両の実験の何が悪いんだ。もう私はあなたたちの敵になってるわ。覚悟はいいわね。一方的に君の負けやな。こいつをさっさと捕らえるで。なあなあなあ。さっさと観念するんやな。抵抗すればもっとやるさかいな。くそー、覚えてんやがねー。あとは装置を破壊して解放するだけやな。行くで、すべての車両を解放やー。こんなことなら大竹プロデューサーにドリフトを教わっとけばよかったぜ。危ないところだった。合唱団が無事でよかったわ。しかし車両が帰ってきてよかったぜ。近鉄だけ朝日団に加わることなく今に至ったのには、あのような事態があったんですね。今では京阪本線の車両もそうだな。皆の者、朝日団基地の捜索と車両の救出ご苦労だった。それにしても合唱団が無事で何よりだな。これからは手がかりをどんどん見つけよう。大変、ついに奴らが、ここまで接近してきたわ。よし、最終決戦や。行くで、剣付けて蹴りを、つけようやない。ちょっと、これ。なんちゅうでかさなんや。噂には聞いてたけど、生で見ると全然ちゃうで。グハハハハハハ、ついに地球の愛の絆とこっちの帝国至上主義がぶつかり合う時が来たようだな。ついに来たな、朝日団。私はオスガをこんな状態にした覚えはない。直ちに過去の姿に戻すぞ。俺たちの苦しみを知らぬくせに。俺なんか、京阪本線の車両に、会えないんだぞ。それはこっちも同じことだ。キュート層が恋しいぞ。グハハハハハハ。やはり発作が起きたか。頼りになるのは、大阪志向21系。貴様だけのようだな。見えてる。行政の愚かな行動の賜物やないか。何はともあれ、貴様ら全員を愛と絆に進化て元の姿に戻してやるで。上等じゃないか。いざ勝負。地元にレーダーを巻くぜ。あらよっと。戦車よ、こう。やろうとも、こいつらを捕らえるのだ。これまでの訓練の成果の見せどころやで。だあ。私も華麗に参ります。レーダー破壊。車体の重さをうまく活用できたな。
これを食らうがよい。うわわわ、あれに刺さったら怪我どころでは済まないぞ。ふぅ、針裂けそうや。冷房装置が壊れる。頑張れパウダー。前と同じ技だ。赤らは首はレイン、前からはレイの星か。こうなったら、あれをやるぜ。あれだと合唱団の秘密を最大限に活用するやつか。なんてことだー。今や、253K、あの弾を打ち上げるんや、届けー。253K のやつ、こんな時に何やってるん？スペアレインなどが止まった。これはチャンスだな。うわぁ。なんてことだ。風見合唱団が奴らの手に行ってしまったよ。帝国電鉄への次元爆弾が始まってしまうよ。なんだと、そのために風見合唱団を狙おうとしていたんだな。何のために今、例の弾を打ち上げたのだろうね。グハハハハハハ、よくやった。阪急六千系。これでようやく我々の長年の希望であった帝国電鉄が実現するぞ。どうだ、近鉄ビスタか。我々の帝国こそが全てだ。たとえ、ドリフトの訓練などをしたところで、結果は同じだったんだ。次元爆弾が作動するまでに、さっさと食い止めるのだ。壮絶7000系、あのカードを使うのだ。よし、いよいよ出番だ。合唱団の会員よ、会員証を準備するんだ。こちら、準備 OK です。塩層のように決まっておくれ。行くよ、負けないで召喚するのよ。あいつら、合唱団の会員証を、掲げて何をしているんだ？片見合唱団会員よ、以前言っておるぞ。こんな壁を踏めるとは、さすが合唱団の会員と381系黒潮博士です。俺もドリフトの援護に行きます。ここが踏ん張りどころだ。冷房装置が壊れても修理すればいい。それより大切な愛と絆のために。なんだよ。なんなんだよ。なんで誰も俺らの気持ちをわからんのだよ。いいえ、すべては総裁の罠よ。まさか、そんなこと。総裁の罠やって。ふざけるんちゃうぜ。よくも騙しよったな。覚悟しろ。キュート層、8000系。まだわからんようだな。あんたは総裁のしもべだ。洗脳されているのはあんたの方だ。他者に言われる筋合いはねえ。あんた、こっちに黙ってこんな組織に、行って、真実まで信じないなんて、本当に最低ね。いっそのこと帰ってこなくてもいいわ。そんな、帝国電鉄で気持ちをわかってもらえるはずなのに。さあ、合唱団の休室や。阪急8000系、6000系を見捨てようとしているな。これは帝国鉄道自体が、無意味なのかもしれないな。総裁、帝国電鉄の軌道はまだでありますか？どうも様子がおかしい。軌道装置は作動した。それなのになぜ帝国鉄道は起きない？どうやら、帝国鉄道の正体は、シエイモンロー主義とかやったようやな。大昔の頃は私鉄で大事件が、起きてたからよかったけど、近年では近鉄などを中心に、打ち破る路線が次々と、出てきよった。そうやろ大阪志向21系。
話だな。他にも、愛と絆が覆してることもあるけど、結局帝国鉄道が実現したところで、私鉄が突っ込んだり、地下鉄と相互乗り入れしたりしてしまえば、意味ないもんな。まあ、自分たちを信じて愛と絆に気づいていれば、無限大に超えて行けるのさ。愛と絆を捨てたクソ経営者を突き落としてな。ふざけるんじゃないわよ。クソ経営者って誰のことやー。お前のところやろ。総裁のしもべの感覚がない。なんだこの気配は。全国鉄道、何のことやったんや。これから、どの路線が見守ってくれるんだろう。なんたることだ。旧都層に戻れるのか。なあ、何よ。こんなの遅よ。いや、俺らが間違ってたんや。帝国鉄道なんて、ただの典型的な経営者のような存在なんや。こっちは都村の線で、アラン君中身ファンドに死ぬ売りされそうになった。そんな状態から救ってくれたのが、ハン君やった。まさに共通の敵を抱えたゆえの、結成やな。阪神間における草芸園やで。223系。これからどうすればいいんだろう。このまま離れ小島のままなんかな。俺らはイコか仲間やん。困った時は一緒やで。今後も多くのラッピング車両も用意するから、ワクワクしておくれ。みんな、気をつけるんだ。大阪志向21系がおかしいぞ。なんだその姿は、それが本当の戦いか。なあ、そこまでだ。バトルの一部始終を見せてもらった。そっちも負けた。朝日団。月球の社長は、私たちは、負けられないわ。やれやれ。ようやく見つけたと思えば、朝日団もコアなメンバーだったとはな。その上、相手を認めんと本心を隠し続けるとは、そっちがやってきたことはすべて知っておるぞ。ボルクニカがこと民族を連れ出し、自国の使命に改名させて、
行政機関に仕送ったそうだな。そっちが願っていることはわかっておる。メディア機関も細工にもこと民族つけさせ、民間企業を都心内から締め出して、現地国を何もできないように、草が締めようとしたそうだな。じゃあ、あいつらの言う、帝国鉄道の、本当の姿って。某国を完全支配して、世界征服を図る姿のことだ。あたしさん。よくも愛国国の行政機関を操ってくれたな。直ちにこの国から追放してやる。うわぁ。あれ？近接車両が出てきたぞ。どういうことだ？ポンポン、長阪神の震災復興のシンボルも、今出は市内を抜けて近鉄県内にも、進出するようになってるんやな。ああ、そっちの市営門道市議の、崩壊か、あれでは話にならないな。長阪神の長年の夢やってん。ちょうど、作者からヒストレの動画を、持ってこれたが、この HS41 という番号も、立派な市内関数を表しているな。今ではこちら側でも駅ナンバリングが実施されているぜ。電車にもちゃん愛と絆があるのだ。悪魔の手には負けられんぞ。朝日団総裁、世界征服を企てた容疑で現行犯逮捕する。とうとう朝日団を完全に撃退できたんやな。これでラッピング狩りの心配はもうありませんね。 E231KK クラなどラッピングもようやく安心できるわね。阪神淡路大震災で、当社の車両が被災した時に、救ってもらったのが実質、209K。大急ぎで川中に発注して、ステンレス車体なら、短期間で30両を、用意できる余裕があり、それが209K の車体の、広報だったこともあるけど、同じ209K の車体構造の、車両として、後継のラッピング車の危機は恩返しとなったわね。我がアイドルのラッピングを救ってくれて、ありがとうございます。同社のラッピングの渚ちゃんも、一層嬉しそうです。山手線も記念車両が、揃って、大盛況のところです。なめな、そのキャラクター。クラなどラッピングのキャラクターさ、チョコデンなどと並んで、我が通勤型のアイドル車両さ。あれ？あの雨粒のようなやつて、さっきの幹部の一人やったはず。こんなところでぐちゃぐちゃになってるで。
こりゃあ、何とも言われへん状態やで。そいつは後で叩き直しておくで。今では総裁の呪いから解放されてるはずやからな。朝日団は消滅したものの、悪の組織はまだまだ多くいる。その恩賞は僕たちにあるから、責任は重大だよ。実際、村から排除されたものが、逆襲するケースが後を絶たないようだし、ニーズの多様化の現代では、主張ばかりする、ブラック消費者なんていうやつがいるそうだな。やべえぜ。やっぱりそうだね。それと、気がついたら構成したようだね。その後の情報だと、あの総裁、半数の鉄道会社を粉砕したようだ。そろそろ現場に戻らないといけないわね。あの車両が元に戻ったのも月給のおかげね。こちら側もお別れの時間が、参りました。宴会の支援いただきありがとうございました。風見合唱団に会えて、本当に光栄だったよ。朝日団と共に戦えたのが、最高の瞬間だった。しかし、平和になるということは、別れという名の悲しみが。まさにくせ者だ。これの超えないと先に進めない。ですよね。誰もが悲しい時ですよね。とは言っても、月給の多くは合唱団の、ファン、いつでも会いに行けるさ。よし、今度は各車両の状況を、見てみようか。お、223系、あいつに会いに来たんやな。あいつは今、旧塗装に塗り替えてる途中なん。月給で走らせるために、準備してるそうやで。どこから直通するんやろうな。ところで、その走行風景はどのようなものなんだ。そういえば、向こうの車両たちは、知らせかったんやな、こんな感じやで。月球での登場が待ち遠しいところだな。塗装の本も、タイガースに近づいたことで、一段落やな。いよいよこっちでも2塗装が、幕開けしたわね。特急の2時台が幕開けした、その瞬間ね。こっちも見てみたいのがあるんや。それが、この路線なんや。
業は2のラッピング車両が出てきたようだな。今いる軽音ラッピングとは別の車両が出てきたのか。軽犯よ、またやったようだな。ただ、これまでのラッピング車と比べたら控えめな方やで。扉とつり革はいつもと変われへんけど、なぜかこのキャラだけ目が妙に光ってるけど、何でやろうか。レナちゃんの場合、つり目な分やや大きめなのもあるんでしょうね。どうや、今回もホイホイなラッピングが走ってるやろ。元の600型や、それでええねん。かつての大電鉄道の敵討ちも無事に終わった。旧朝日谷も引き中の車両だ。これでもう思い残すことはない。この世でどれが正しいかなんて人類が決めた以後に過ぎない。いかんせん環境や文化や違うなら、考えも違うに決まっているじゃないか。その違いを認められないようでは社会にいいとして、せっかくだな、ましてやグローバル社会の、下で。その中での最大の囲碁は何よりも、不、だな。僕らはそのことを見つめ直さないといけないな。そうでなければ朝日団のような悪の、組織が、再び現れるという過ちを犯すことになるのだから。
次の停車駅は、葛葉です。